突然ですが、日本という字を見て皆さんはどのように読みますか？日の本、日本、日本。読み方は様々ですが、日の本で読むと日の出ずる国、日本という読み方で捉えると日本立て、調和といった意味が浮かびます。日本にはさまざまな日本立てが存在します。陽と陰、太陽暦と太陰暦、阿吽、神道と仏教というように、現代人の私たちの生活にもあらゆる日本が存在し調和しています。普段私たちの発する日本語にも言霊という考え方がありますが、もう一つ重要な考え方があるのです。なるほど日本第26話、かずたまとは。言霊は、いい言葉は吉事を招き、悪い言葉は凶事を招くというように、発した言葉が現実を招くという考え方ですが、発した言葉が現実に影響するとは一体どういうことなのでしょうか。実は日本語の成り立ちにその理由の一つが隠されているのです。日本語を構成する五十音は、あ、い、う、え、おから始まりますが、これも二本立てで、あ、お、う、え、いという順序も存在します。あ、お、う、え、いの五十音は神社での神事やお祭りなど旧暦で数える行事で用いられることが多いようです。この五十音に順番に数字を当てはめると、言霊と数玉の対応が見えてきます。古神道研究家である深田武さん、画家、作家、また画学詩人でもある長谷倉美幸さんの著書かずたまに秘められた宇宙の英知では、五十音の文字列に数字を割り当てることによってかずたまが鮮明に捉えられるといいます。ではこのかずたまの対応表をもとに、実際にかずたまを計算してみましょう。例えば、ありがとう。ありがとうの数玉は、あの1、りの45、がの51、との17、うの3で117になります。これは、八百万の神々の生みの親である、イザナミの御事の御心を表す数玉で、イザナミは5+56+21+35で117となります。他に117の数玉で言うと、受精、誕生、宝物など新たな生命を彷彿とさせる言葉ですよね。他にも例えば、日本の標準時の経度は統計135度ですが、古事記における100番目の神であり最初の国つかみである竹林左脳の数玉は 16+9+26+36+13+11+22+2 で135となります。ここにはイザナギの御事とイザナミの御事が日本で初めに生み出したとされる淡路島が位置し、135度のラインに沿って主要な神社仏閣が配置されています。また日本一の山富士山の数玉は
負の28と字の60、差の11、んの1を足し合わせた100となります。100は100点満点というように、完全なる完璧、満たされている様を表し、どこから見ても美しい富士山を象徴しています。その他に100の数玉を持つ言葉としては、例として以下のようなものがあります。その中でも島根県の霊峰大山に注目してみると、大山麓の出雲街道は国道181号であり、これは出雲大社の主祭神である大国主の御事の大国主の100と野御事の81を足し合わせた181と一致します。また大国主の御事の国づくりを助けた少なびこなの御事も同様に、少なびこなの100と野御事で181となります。そして八百万の神々の祖である雨の水上主は、天に増すの意味を抜いた水上主が100となり、天の中心、創造主を示す数玉ということになります。ここでなんとなく日本語の数玉の概念が見えてきたのではないでしょうか。そしてこれらを関連づける重要な数字の配列があり、そこからある法則が見えてくるのです。三方陣と呼ばれる1から9までの数字がランダムに配置されたこの配列、一見規則性などないように見えますが、縦、横、斜めのどの列の和も15になるように配置されています。そしてこの1から9までの数字を代表の数として、さらにこの配列を拡張したものが九方陣と呼ばれる配列です。これは 9×9 のマス目の中に真理、道理、摂理を秘めた9つの断りを表す曼荼羅でもあるとされており、世の中や宇宙そのものを表しているとも解釈できます。9つある各法人は9つの代表の数に合わせて、それぞれ1から9の霊界まで存在しています。各霊界の数は10の位、1の位を足して合わせると代表の番号になるようにできており、縦、横、斜めのどの列を足し合わせてもそれぞれ決まった数になります。そして9つの霊界をすべて合わせたこの九方陣は、縦のどの列を足し合わせても369、横のどの列を足し合わせても369、斜めの列を足し合わせても369になるのです。また縦、横、斜めに対して対称な関係にある数字を足し合わせてもすべて369になります。ここで浮かび上がるのが魅力の法則。二元性のこの世界には陰と陽、影と光、夜と昼、悪と善、男と女というように対照的な2つの属性によって調和が取られています。魅力の法則では1から9までの数字を使い、簡単な計算を用いて二元性の物質世界が3と6、いわば陰と陽によって支配されており、9がそれらを支配する絶対的な調和であることを示しています。まずは1から9までの3、6、9を除く数字に注目してみましょう。まずは掛け算で考えてみると、これらの数字の倍数はそれぞれこのようになります。2桁以上の数字は10の位、1の位を足し合わせて1の倍数から順に2、4、8、1、5、7となります。したがってこれらの数字をどの組み合わせで掛け合わせても答えは2、4、8、1、
5、7のいずれかになります。3、6、9はここには出てきません。これは3、6、9がより高次元を表す数字であることを示しています。ではどうすれば3、6、9に通じることができるのでしょうか。そこで簡単な足し算で考えてみます。1から9までの3、6、9を除く数字をそれぞれ足し合わせると、1たす2は3、2たす4は6、4たす8は12で、1たす2は3、8たす7は15で、1たす5は6、7たす5は12で、1たす2は3、5たす1は6。このように3と6が交互に現れます。ここでこれらの数字が3と6に収束することがわかります。つまり二元性の異なる要素の輪がより高次元につながるということになります。そして3と6もまた9に支配されています。掛け算で考えると、 3×3 は9、 3×6 は18で9、6も同様足し算で考えると、 3+6 は9、 6+3 は9となります。9についてはかけても足してもすべて答えは9になります。次に1から9までの9を除く数字を、これらの数字をすべて掛け合わせると、43,320で、4たす0たす3たす2たす0で9、足し合わせると36になり、36は3たす6で9となります。つまり世界の森羅万象の積は調和が9であるとも言えます。弥勒の法則についてはまた詳しくご紹介したいと思いますが、3、6、9がなんとなくすごい数なのではないかということが見えてきました。ではここで先ほどの9法陣に戻りたいと思います。この配列は縦、横、斜めのどの列を足し合わせても369になる配列ですが、中央の五霊界の中心41という数字に注目してみましょう。数玉で言うと中心地を示す言葉であるへその数玉は41となります。日本国内の中心を走る飛騨高山富山間の国道番号は41号線です。そして日本人の主食は米で、これもまた41の数玉となります。米は古代から日本人の血となり肉となってきましたが、血液もまた41、神に捧げる穀物として最も重んじられてきたゆえんも相まって、神もまた41の数玉となります。これは神道の神を内面に見出す我が内なる神に通じ、内なる41が九方陣の中心、雨の皆かぬしにつながる数玉であると言います。九方陣は弥勒法陣であると同時に、三、六、九の世の中のすべてが自身の内なる神、自分自身を磨き育てる要素であり、いいことも悪いこともすべての存在は自分自身の成長のためにあると捉えることもできます。余談ですが、日本人のお膳では定番の米と漬物、味噌汁はそれぞれ41、81、105となり、同様の数玉に神、光が存在し、105の数玉には太陽神、アマテラスが存在します。
これは単なる偶然なのでしょうか。話を戻すと、和玉にはこの物理的規則が適用されており、日本語の五十音は非常に洗練され構築されていることがわかります。それゆえに普段のコミュニケーションでも一字一句丁寧に正しく発音することが重要です。ここでお気づきになられた方もいらっしゃると思いますが、五十音それぞれに数が割り当てられているとすれば、私の名前にも数玉があるのでは、と。もちろんその通りです。一人一人の名前にも数玉は存在します。名字と名前の一文字一文字をそれぞれ足し合わせ、名字の数玉、名前の数玉、そしてそれらを足し合わせた氏名の数玉を導くことができます。数玉に秘められた宇宙の英知の中から一部抜粋すると、例えば田中太郎さん、田中は 16+21+6 で43となり、太郎は 16+42+3 で61となり、田中太郎さんの数玉は名字と名前を足し合わせた104となり、キーワードとして満月、おかげさま、礼儀、七福神などが存在し、礼儀をもっておのおのの個性が集まれば力を発揮する満月の人という数玉となります。自分自身の数玉はこの数玉に秘められた宇宙の英知でぜひ調べてみてください。日本人それぞれにそれぞれの数玉があるように、それぞれの個性や人間性が存在し、この物理世界の中で相互に影響しながら生きているということになります。そしてさまざまなコミュニケーションや相互作用による未来に起こりうる出来事や過去の思い出は、我が内なる神、現在を司る雨の御中主につながり、今現在の自分自身のために存在するものと捉えることで、身の回りの人や環境に対する考え方、捉え方もまた変わってくるのではないでしょうか。同時に、ここまでに洗練された日本語であるからこそ、一文字一文字の足し合わせである言葉は、現実に影響を与えるほどの言霊へとつながるのではないでしょうか。ここまでは、数玉を中心とした考え方に着目してきました。先ほど述べたように、例えば数玉41は、太陽で見ると、ラ、太陽の神、ラと同音で、以前ご紹介した古代日本のペトログリフの中でもその痕跡があります。また、先ほどご紹介した旧法人には、数秘術における東洋の解釈、西洋の解釈の二通りが存在し、さまざまな場所でこの弥勒法則が扱われてきました。国境や大陸をまたいで、このように共通する古代の考え方、法則が存在しているのは、一体なぜなのでしょうか。そちらについては、今後の番組で考察していきたいと思います。